喂，お前ら全力で生きてんのか、おいなあ、毎日全力で生きてんのか、なあ。最近思うことがあって、今死んでも後悔ないようにってこともあると思うんですけど、今死んだらみんな後悔あるじゃないですか。家族とか恋人とか好きな人に思いを伝えてないとかあるでしょ。俺はまだ死なねえよ。それは昨日までやってきたことで後悔がないかってことだと思うんですよ。わかりますか？今死ぬって分かったら言いたいことだけ言って死んでもいいかってことだと思うんですよ。昨日までに後悔がないか、それが大事だと思うんですよ。わかりますか？だから今からみんながこれから生きていって後悔しないように、みんなのお前の心を一人一人に火を灯していきます。
を思い出せ。すいません、ちょっと今の演奏納得いかなかったんで、もう一回やらせてください。
を思い出せ。初恋を出せ。生きてるじゃん。お前ら笑ってんじゃん。いや、そっちの方とかさ、なんか突っ立っててさ、何してんほんまに。あ、座ったやついんの？あの、ここ空いてるからさ、もっと来いよ。いいんかお前ら、それで。あの、もうやんないよ、言っとけよ。もうやんないよ、やんないっすよ。いいよ、来いよ。でも最後だからね、これで。 OK、 これ最後だから。 OK、 OK、 いい。あと最後に1回ラストチャンスあげるから。準備いい？ OK、 行くよ、ラスト1回。
ちゃんとここにいいと思ってんのかよ。相澤さんに代わってちょっと喋るんですが、過去にいろんなことがね、あったと思うんですけど、いいことも悪いこともいっぱい、やっぱ人生楽しいことしかしてきたくないんで、今のこの瞬間だけでもね、最高のものにできればいいなって思ってます。みんなありがとうね。
いなさい。初恋を思い出せー。